全13校からなる4年生ニューヨーク州立大学軍の一校である。学部生が約4000人在籍する中、留学生は約120人である。ニューヨーク市郊外にある環境の良いウエストチェスター軍に所在。元ニューヨーク州知事で副大統領も務めたネルソン、ロックンフェラーによって1967年に質の高いリベラルアーツカレッジと世界レベルの音楽、 ダンス、演劇、美術の専門大学を融合したニューヨーク州立大学の文化の中心的存在として創立された。パーチェス校の人気の専攻はダンス、演劇、音楽などであるが政治、経済、生物や数学など様々な学際的プログラムも提供されている。近代的なキャンパスには数々の彫刻が並び芸術色があふれており、 周囲に溶け込んだ美しい環境にある。コンサートホールや劇場では毎年600前後に上る公演が行われている。パーチェス校には全米で10番目の大きさを誇るザ・ノイ・ベールガー、ミュージアム・オブ・アートという大学美術館がある。芸術の分野において全米からとても高い評価を得ている。他の学問もアメリカ国内の各市でトップランキングに入るなど教育レベルの高さを 維持している。2014年の US ニュースによると、パーチェス校はアメリカ全国9位の公立リベラルアーツカレッジとして高く評価され、他にもプリンストンデビューのベスト371校やフィスケガイドのトップ300校の一つにも選ばれている。監督音楽家ジャーナリスト活動家科学者作家、ありがとうございます。